あのですね、朝の通勤ラッシュってめちゃくちゃしんどいですよね。うん、たまにですね、この、満員電車なのよ。駅員さんがさ、無理やりこう乗客をね、こう押し込んじゃうみたいな、ね、光景もあるじゃないですか。ね、あれって、駅員さんってね、通勤ラッシュの前に通勤してきてるんですよ。だから、通勤ラッシュの乗客のことを何にも分かってないんですね。だからあんなに遠慮なく来るとか。めちゃくちゃ遠慮なしで行きますからね。こんだけ毎日通勤ラッシュ続いてたら、1両ぐらい増やせばいいのにって思いません？電車を。でもそれをしないんですよ。これがなぜなのか。駅員さんのほとんどの方がですね、ですね、駅員さんのほとんどの方が、学生時代あんまり行けてなかったんですね。なぜ、これはもう目を見たらわかります。だってもう駅員さんはほとんどの方が目が死んでるから。ね。大体の方目死んでます。はい。キラキラしてる人は少なくとも見たことないです。もしいたら教えてください。はい。で、そのですね、学生時代あんまりいいことがなかった駅員さんはですね、このキラキラしてる人たちのことを見て、ちょっと妬ましく思ってたんですね。そういう人たちは大体こうキラキラした大手企業とかにね、こうすぐに就職しちゃうわけですよ。で、そういう人たちって、電車で通勤するじゃないですか。満員電車の中に入って。満員電車に押し込められる側と押し込む側。自分は押し込む側で行こうって思ったんですね。ね、もうあいつらをぎゅうぎゅうに押し込んでやろうって。だからこれはもう復讐なんですよ。ね、キラキラ。学生時代何にもいいことがなかったやつが、キラキラしてるやつに唯一抵抗できる手段なんですよ、これは。ね、だからもう、ね、そういう思いがずっと消えない限り通勤ラッシュはなくなりません。もう一生です、これは。はい。なので、もう、駅員さんのね、心を温かくしてあげるしかないんですよ。だから皆さんですね、駅員さんを見かけたら、ね、いつもお疲れ様ですと温かい言葉をかけて、一杯お茶を差し入れしてあげてください。どうもありがとうございました。